元ジャニーズ、ダンスのプリンスたち。1位、平野市要。2位は、中井雅宏。皆さん、こんにちは。オールアバウトニュース編集部です。8月9日から23日の期間、全国の10代から70代までの男女397人を対象に、元ジャニーズに関するアンケート調査を実施しました。この調査から、ダンスがうまいと思う元ジャニーズ。 ランエキングの結果が明らかになりました。今回はその中から1位と2位にランクインした元ジャニーズの人物に焦点を当て、彼らの魅力をご紹介いたします。2位、中井正宏。まず、第2位に輝いたのは中井正宏さんです。ジャニーズ事務所在籍時はアイドルグループスサーの一員として活躍し、そのダンスパフォーマンスで数多くのファンを魅了しました。 アンケートには、彼に関する多くのコメントが寄せられました。福岡県の30代女性は、ライブで見た中井くんのダンスが衝撃だったから、と語ります。また、秋田県の20代女性は、中井くんは自他共に認めるダンス好きで、よくソロダンスも披露していたから、と彼のダンス愛を称賛します。さらに、石川県の40代男性は、DV で以前、 簡単なダンスをすぐに覚えてしまう天才だということが分かったから、と中井正宏さんのダンスの才能に敬意を表明しています。1位、平野耀、そして、1位に輝いたのは平野さ3です。ジャニーズ事務所に所属していた時期は、アイドルグループキングプリンスへのメンバーとして活躍し、彼のワイルドかつセクシーなダンスが多くのファンを魅了しました。 アンケートには、彼についての熱いコメントが寄せられました。兵庫県の20代女性は、もともと運動神経抜群で売っていたし、ダンスも上手いと思う、と彼のダンスのスキルを称賛します。東京都の20代女性は、ジャニーズに所属していた際によくダンスしているイメージがあるため、と彼のダンスへの印象を述べます。さらに、大阪府の40代女性は、 ジャニーズ事務所では一番ダンスが上手いと思ったアイドルだし、他のダンサーも認める実力を持つため、と彼のダンスへの評価を高めています。結論。ダンスが上手いと思う元ジャニーズランキングで1位に輝いた平野紫耀さんと2位にランクインした中井正宏さんはそれぞれの時代においてダンスのプリンスとして多くのファンに愛されました。 彼らの独自のスタイルと情熱は音楽業界においてもその名前を刻んでいます。このランキング結果はジャニーズファンだけでなく音楽とダンスを愛する全ての人々にとって興味深いものでしょう。今後も彼らの活動に注目し、彼らのダンスの魅力を楽しんでいくことでしょう。最後にアンケートに参加いただいた全ての方々に感謝申し上げます。 引き続き、素晴らしいエンターテイメントを提供してくれる元ジャニーズたちに期待しましょう。読者への挨拶、最後までお読みいただき、ありがとうございます。元ジャニーズのダンスの魅力を共に楽しむことができたことを嬉しく思います。これからもエンターテイメントの世界から最新の情報をお届けしますので、どうぞ楽しみにしていてください。またの訪問をお待ちしております。